はい、どうも皆さん、こんにちは、アンブレです。今回はちょっと編集者を募集していこうかなというふうに思います。ちょっと簡潔に話させていただきます。まずどういう感じの動画を編集するかっていうと、まあ、ここのチャンネルにあるこのチャンネルってところのこの4つこの4つのチャンネルですね。とある野球の2ちゃん何じぇから、あと野球何じぇと2ちゃんと5ちゃんの民、まあこれ見ていただけばいいかなと思います。まあこんな感じの動画を作っていただきますよというところで、でその編集者を募集ですね。でプロ野球のまあチャンネルだったりとか、まああと漫画アニメのチャンネルもあるんで、まあそちらの方もやっていただければいいかなと思います。まあ編集は動画見ていただければ分かる通り、もう本当に考える必要もなく非常に簡単なね、編集でできるんで、まあぜひやってみてはいかがでしょうか。はい。でまあ漫画アニメに関してはね、今のところ人は埋まってるんで、まあできればプロ野球とかがいいかなというふうに思います。まあ漫画アニメもまあ入れていいかなと思いますんで、まあその都度考えていけばいいかなと思います。プロ野球がね、今ちょっと人手不足ってところで、ぜひとも助けていただきたいというところですね。であと、できればまあゆっくり使える人すいません、風邪ひいてるんで、でまあゆっくりを使える人というよりも編集経験がある人がいいですね。うん、まあなくても全然構わないです。時間がある人であれば、まあなくても全然いいんで、よければ暇な大学生の方とか、まあ、高校生でなんか時間ある方とかはぜひともね、やってみてください。であと、まあ、ホームドレに貢献したいというよりも、お金を稼ぎたい人がいいかなというふうに思います。はい。まあ、ホームドレさんにちょっと助けになりたいってもう全然ありなんですけれども、まあ、どっちかというと、まあ、せっかく収益化されてるチャンネルなんで、まあ、そこで YouTube ってどんなもんなのか試したいとか、まあ、いっぱい動画作ってお金稼ぎたいなとか、あとね、人間関係が嫌なんで、まあ、ちょっと YouTube で人間関係ないところで金稼ぎたいってのも全然ありです。であと小中学生も、まあ、やっていいんですけども、その場合はね、親の許可をもらってください。理由なんですけれども、まあ請求書とか書いてもらったり、あと銀行口座とかですね、振り込んだりとか、あとペイペイの支払いだったりとかもあったりするんで、まあそういう部分がね、ちょっと、めんどくさい大人の手続きがあったりするんで、まあ、未成年の方にね全部任せるっていうのはまずいと思うんで、まあ、ちょっと今回は、小中学生の方は、両親から許可を取ってくださいという形になります。はい、まあそんなところですかね。やば、風が。まあよければ、ぜひとも、まあ、やってみてください。ちょっとね、ホームドレチャンネルとここの他のね4つのチャンネル、すごいね、もう大変で、やるのが、なんとかね、もうちょっと人数欲しいなと思いましたんで、ぜひね、お金稼ぎたい方、ぜひ応募してきてください。まあコメント欄の一番上と、あと概要欄にね、Twitter とあと Gmail 貼っておくんで、まあそちらどっちでもいいんで送ってください。やりたいですってこと。はい、まあそんなとこですかね。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。